ドイツにおけるビーレフェルトの一ビーレフェルトの陰謀はドイツのインターネット利用者によって語り継がれているジョーク。ビーレフェルトはドイツのノルトベストファーレン州に実在する人口33万人の都市である。ジョークの骨子はビーレフェルトという都市は実在しないということ、ビーレフェルトの存在を信じさせようとする巨大な陰謀があるという点にある。1994年に 初めて登場したこの陰謀論は単なる嘘や都市伝説というよりも一種の風刺でありサイバーカルチャーとして定着している実在しないビーレフェルト市以下はジョークとして語られる陰謀のプロットであるビーレフェルトという都市は実在しない奴らは当局と手を結びビーレフェルトなる架空の都市があたかも実在するかのようなプロパガンダを行っているのである 試しに相手に三つの質問をしてみよう。あなたはビーレフェルトから来た人を知っていますかあなたはビーレフェルトに行ったことがありますかあなたはビーレフェルトに行ったという人を知っていますかほとんどの人は三つの質問すべてにいいえと答えるはずだ。もしも一つでもはいと答えた人物がいたら、その人物は奴らの陰謀に加わっているのである。 陰謀論の信奉者は、ビーレフェルトをネタとして、それにふさわしい振る舞いをする。ネットを監視している、奴らの目を欺くためにビーレフェルトの一部を伏せ字に、するのは、その代表的な例である。勝利で始まるビーレフェルトの自動車のナンバープレートや、ビーレフェルト大学の卒業証書を、偽造とこき下ろしたり、ビーレフェルト関連のニュースを、奴らのプロパガンダと論評するのも、 お約束のギャグである。1994年5月16日、キール大学でコンピュータ科学を専攻する学生であったアヒム・ヘルトがニュースグループでトーク、ビザールにこの陰謀論を投稿したのがことの始まりである。ビーレフェルトの陰謀はドイツ語圏のインターネットコミュニティに広がり、現在も人気は衰えていない。陰謀10周年を記念する。 ZDF の番組取材を受けたヘルトは、この神話の始まりが、ほんのジョークとして投稿されたものだと答えている。ヘルトによると、学生パーティーで、ニューエイジ雑誌の愛読者と話をしたことがきっかけで、このネタが生まれたのだという。毎日新聞のドイツ特派員が2012年8月に、ヘルトに取材したところでは、パーティーでビールフェルト出身の学生と知り合った際、自身が、 そんな街、ないでしょとからかった話を投稿したのだという。このジョークが、インターネット上でなぜここまでの人気を得たのかについては、互いに矛盾する諸説がある。ニュースグループの管理者と、ビーレフェルトを地盤とする掲示板 Z、ネッツユーザーとの間で、文字コードのエンコードをめぐって、フレーミングがあったことが、このジョークの拡大に影響したのだとも言う。 実説に掲げるようなビーレフェルトという都市自体の微妙な存在感も相まってネットユーザーたちによって様々なストーリーが追加され陰謀論は発展を見せることになるありもしない都市が存在するかのように信じさせる陰謀がいつ始まったのかなぜ仕組まれたかについてははっきりしたストーリーは定まっていない CIA やモサドあるいはビーレフェルト大学に 宇宙船を偽装させている。宇宙人の仕業であろうとされている。宇宙船が偽装したビーレフェルト大学。ビーレフェルトの陰謀の流行を支えたものとして、いくつかの要因が挙げられる。陰謀論の形をとって、陰謀論そのものを風刺したジョークであり、陰謀論の馬鹿げた論理を笑い者にしている点は、要因の一つに挙げられる。題材となったビーレフェルト氏の 大都市なのにパッとしない微妙な存在感も人気の要素である。ビーレフェルトはルール地方とベルリンの中間という国内交通上重要な位置にあり、ドイツの大動脈というべきアウトバーン A2 や高速列車アイスも走っている。また30万を超える人口を持つビーレフェルトは中小都市の多いドイツでは比較的大きな都市であると言える。しかし、アウトバーンは郊外を通過するだけであり、 鉄道駅は市の中心部にあるものの、かつてはまるで仮設駅のような雰囲気であった。人々はビーレフェルト市が大きな都市であることに気がつかないまま通過してしまう。ビーレフェルトは第二次世界大戦で激しい爆撃を受けたために、歴史的な街並みや建物も少なく、全国的に知られた観光地もない。また有力な企業や公共機関があるわけでもなく、 ニュースに取り上げられることがあまりない。ビーレフェルトに特徴的なものを挙げるならば、標準的なドイツ語から隔たっている方言があるが、ビーレフェルト方言を話す人物とあったとしても、忘れてしまう。市に本拠を置くプロスポーツチームとしては、サッカーのアルミニア・ビーレフェルトがあり、ブンデスリーが一部に属したこともあるが、その位置を維持し続ける競合でもない。 これといった特徴がないビーレフェルトは他の地域に住む多くのドイツ人にとっては印象に残らない。Google マップではビーレフェルト都心部の衛星画像の解像度は長らく低いままであった。また衛星画像と道路地図のハイブリッド表示は大きくずれていた。ビーレフェルトの陰謀に組み込まれたのは言うまでもない。ビーレフェルト陰謀の終焉の記念石ビーレフェルトは このジョークの広まりによって特徴のない都市という特徴を手に入れたとも言える。2019年9月にインタビューに答えた市長は話の糸口になるとしてジョークを歓迎していると述べている。1999年4月1日、市政府は新聞にビールフェルト・ギブット・エス・ドックと題する広告を載せた。掲載日はエープリルフールであり陰謀論に新たなネタを提供した。 ビーレフェルト市政府は市のイメージアップのために広報活動を行っているが市長のオフィスには実在を確かめる電話や E メールがしばしば寄せられるという2009年ビーレフェルト大学の学生はこの陰謀を題材とした映画ビーレフェルトの陰謀の制作を企画した映画制作には大学や地元スポンサーからの出資を受けた スタッフの大部分は学生と大学職員であり、プロの映画人では女優のジュリア・コルやカメラマンのアレクサンドル・ボキーが参加している。脚本はトーマス・ウォールデン。2010年6月2日にビーレフェルトで公開された。2019年8月、市政府は市への関心を高めるために、 ビーレフェルトが存在しないことについての議論の余地のない証拠を提供できた人に100万ユーロを贈呈すると提案した。ビーレフェルトの秘術在について証明できる人物はいなかったため、市はビーレフェルトが存在することは決定的であり、ビーレフェルトの陰謀は終焉を迎えたとしている。これを記念して市は歴史的市街の理念職行記念碑の近くに 迷子石で記念碑を立てた。記念碑には QR コードが刻印され陰謀の背景情報を示す。ドイツ以外でもいくつかの都市、州はその存在感の薄さがからかわれ定番のギャグの対象とされる。こうした地域を対象としたビーレフェルトの陰謀のバリエーションも流行している。ありがとうございます。